コ・ローディー作、矢崎玄九郎役、ピノッキオ、第7回。30、友達の闘神。ピノッキオは、本当の子供にはならずに、友達の闘神と一緒に、こっそりおもちゃの国に出発します。無理もない話ですが、 ピノッキオはすぐ、セン様に、町を一回りして友達を呼んできてもいいでしょうかと、お許しを願いました。すると、セン様は言いました。あなたのお友達を、明日のごちそうにお呼びしに行っていらっしゃい。でも忘れないで。夜にならないうちに帰ってくるんですよ。わかりましたか一時間経た,たないうちに、きっと帰ってきます。 操り人形はたえましきをつけなさいピノッキオ。子どもというものはあっさりやくそくしますけどめったにそれをまもりませんからね。でもぼくはほかのこどもとはちがいます。ぼくはひとつのことをまもるといったらきっとまもります。どうでしょうかね。もしいうことをきかなければあなたがそんをするんですよ。 どうしてだって自分たちよりもいろいろなことをよく知っている人の忠告を聞かないような子は決まって何かしらひどい目に遭うものですからね。それなら僕にも覚えがあります。でももう決してそんなあやまちはしません。とピノッキオが言いました。さあ言うとおりにできるでしょうかね。 もう何にも言わないで、あやつり人形は、お母さんのように優しくしてくれる仙女様にあいさつすると、歌を歌い、踊りながら、家のとぐちを出て行きました。一時間とちょっとのうちに、ピノッキオの友達は、一人残らず呼ばれました。中には大喜びで、すぐ行くよと返事をするものもありましたが、一方には、 最初のうちはどうしようかとぐずぐずしているものもありました。でもそういう子供たちも内側にも外側にもバターの塗ってある小さなパンをミルクコーヒーに浸して食べるのだと聞きますとしまいにはそれじゃ君が喜ぶようにきっと行くよと言いました。さてここで皆さんに 知っておいていただかなければならないことがあります。実はピノッキオには友達や学校の友達が大勢ありましたが、その中に一人だけ特別に好きな仲のいい子があったのです。その子はロメオと言いましたが、みんなからはあだ名で等身と呼ばれていました。それというのもその子の体が カサカサに干からびて痩せ細っていてまるで夜火を灯すのに使う新しいろうそくの芯のようだったからです。この闘芯と来たら学校一のなまけ者でおまけにいたずら小僧です。ところがピノッキオはこの子が大好きだったのです。ですからピノッキオは明日のごちそうにこの子も呼んでやろうと思って 早速、刀身の家に出かけていきました。しかし、刀身は家にはいませんでした。そこでもう一度行ってみましたが、やっぱり刀身はいないのです。それからもう一度行ってみましたが、それも無駄でした。いったいどこにいるんだろう。ピノッキオはあっちを探したり、こっちを探したりしているうちに、ようやく、 ある百畳屋にトウシンが隠れているのを見つけました。そこで何してるんだい」とピノッキオは近づいていきながら尋ねました。夜中を待っているんだよ。出発するんだぜ。どこへ行くのさ。遠くの遠くのずっと遠くへさ。 僕は三遍も君んちへ探しに行ったんだぜ。僕に何か用事かい君、まだ大事件を知らないのかい僕に素晴らしい幸運がやってきたのを知らないのかいどんな僕、明日からはもう操り人形じゃなくって、君だの他の子みたいな本当の子供になるんだぜ。 そりゃおめでとうだからさあしたはきみもぼくんちへごちそうをたべにきてくれよだけどぼくはこんやしゅっぱつするんだっていったろう何時にもうすぐそれでどこへいくのあるくにへいってくらすつもりさそこはこのよのなかでいちばんすばらしいくになんだ 本当の夢の国なんだ。で、なんて国？おもちゃの国っていうんだ。どうしてまた君は来ないんだい？僕、僕はだめだよ。バカだなアピノッキオ。本当だぜ。来ないと後で後悔するぞ。僕たち子供にとってこれ以上いい国がどこにあるってんだ。 そこには学校もなけりゃ先生もいないし本なんかもないんだ。その素晴らしい国じゃ勉強なんてするやつはいやしないんだ。木曜は学校が休みときている。おまけに一週間は木曜が6日と日曜が1日でできているんだ。それにま考えてもみろよ。 休みは1月1日から始まって12月31日に終わるんだぜこれこそ本当に僕の好きな国だ文明国はみんなこうでなくっちゃいけないそうするとおもちゃの国では毎日をどうやって暮らしてるんだい朝から晩までぶらぶら遊んで暮らすのさ晩になったらベッドに入って 次の朝はまたおんなじことを始めるんだ。きみどう思うふーん。とピノッキオは言って頭を軽く振りましたがその様子はちょうど「そういう暮らしなら僕もしたいな」とでも言っているようでした。じゃあ僕と一緒に行くかい行く行かない 早く決めろよ。いやいや、嫌だ。絶対に嫌だ。だって僕は、優しい仙女様に、いい子になるって約束したんだもの。それに、約束したことは守りたいんだ。見ろよ、もうお日様が沈み始めたから。今すぐ君を置いて僕は帰る。じゃあさよなら。元気で行ってきたまえ。 そんなに急いでどこへ走っていこうって言うんだい。うちへさ、優しい千女様が夜にならないうちに帰っておいでっておっしゃったんだもの。もう二分待ってくれよう。遅くなっちまうよ。あと二分だけ。でも千女様に叱られたら、叱らせておくさ。 叱るだけ叱ったら黙るよ。と、いたずら小僧の刀身が言いました。それで、君はどうするんだい一人で行くのかいそれとも何人かで行くの一人かだって百人以上もの子供がいるんだぜ。その旅行は歩いて行くのかいもうすぐここを。 のそれがぼくをのせてせかいじゅうでいちばんこうふくなそのくにのこっきょうまでつれていってくれるのさいまそのばしゃがとおってくれればいいんだけどなどうしてだいきみたちがでかけるところをみおくれるものもうあとほんのちょっといろよそうすりゃあみられるぜダメダメ 僕は家に帰るんだ。あと2分だけ待てよもう随分グズグズしちゃった仙女様が心配していらっしゃるだろう気の毒な仙女様君がコウモリにでも食われやしないかと心配してるのかいだけどさその国に学校がないってのは絶対に確かなんだねとピノッキオが。 なおもたずねました学校の影だってありゃしないよ。それから先生もいないのかい一人も。それから勉強しなけりゃいけないっていう義務なんかもないのあるもんかあるもんかあるもんか。なんていい国なんだろう。とピノッキオは言いましたが。 口の中にはもうよだれがいっぱいたまってきました。なんていい国なんだろう。僕、行ったことはないけど、想像はつくよ。どうして君も来ないんだそんなに誘惑したってだめだよ。僕は優しい先女さまにお利口な子どもになるってちゃんと約束したんだもの。それに僕だって そのくそを破りたくはないんだそれじゃさよなら中学のみんなによろしく言っといてくれよそれから高等学校の連中にも道で会ったらよろしく伝えといてくれたまえさよなら当心元気で行ってゆかんに遊びたまえでもたまには友達のことも思い出してくれよこう言うと 操り人形は帰ろうとしてふた足み足歩きだしましたけれどもすぐに立ち止まって友達の方を振り返るとこう尋ねました「だけどその国じゃどの週も木曜が6つと日曜が1つでできているってのは絶対に確かかい確かだと思うだけど 休みは1月1日から始まって12月31日に終わるってこときみは確かに知ってるの確かに知ってるさ。なんていい国なんだろう。とピノッキオはあんまりうれしすぎてつばをペっペッと吐きながら繰り返しました。それから思い切って大急ぎで付け加えました。 じゃあ、本当にさよなら。元気で行ってきたまえ。さよなら。どれくらいしたら出発するんだいもうすぐ。残念だな。出発までに1時間ぐらいなら、なんとか待ってられるんだけどな。でも、千女様はもう遅くなっちまった。だもの。 1> 1時間ぐらいはやくかえったっておそくかえったっておんなじことさかわいそうなピノッキオだけどもしせん女さまにしかられたらしかたないさしからせておくよしかるだけしかったらだまるだろうそうこうしているうちによるになってまっくらになりましたそのときとつぜんずっととおくのほうに 小さな明かりが一つ動くのが見えました。と同時に鈴の音とラッパの響きが聞こえてきました。でもその音はとっても小さく押さえつけられていてまるで蚊の鳴くような声でした。「そーら来たぞ!と」と刀身は飛び上がって叫びました。「だれが?と」とピノッキオは小さな声で尋ねました。 ークをつれてってくれる馬車さじゃあいっしょに来るかい来る来ないだけどぜったいたしかかいそのくにのこどもたちにはべんきょうしなけりゃならないぎむなんかないっていのはとあやつり人形はたずねましたないさないさぜったいないさなんていいくになんだろう なんていい国なんだろう。なんていい国なんだろう。31。おもちゃの国。おもちゃの国で5ヶ月遊びくらした。後で、ピノッキオは立派なロバの耳が生えてきたことを知ってびっくりします。おまけに自分は尻尾から何からすっかり揃った。 ころばになっているではありませんかとうとう馬車がつきました車の輪に麻くずやぼろが巻いてありましたから小鳥という音ひとつしませんでしたその馬車は十二つ貝の転ばにひかれていましたどの転ばもみんなおんなじくらいの大きさでしたが毛色はそれぞれにちがっていました 灰色のもの、白いもの、ごま塩のもの、黄色と青の太い島の模様のもの、といった具合に様々でした。けれども、それよりも何よりも、特別目につく変わったことがありました。それは、この十二つがいつまり二十四頭の転ばたちはいろんなものを引っ張る獣や荷物を運ぶ獣みたいに、 ていてつをはめていないで、そのかわりに人間がはくのとおんなじ白いおうしの皮の半長靴をはいていたのです。それでは魚者はどうでしょう。まあみなさんひとつ想像してみてください。その魚者というのは精が低くて竹よりも幅の方が広いといった男でバターの塊のように柔らかくて ぎっていました小さな顔はリンゴみたいで小さな口はしょっちゅう笑っていましたかぼそい甘えるような声はまるで猫が優しい女主人に甘えて取り入ろうとするときの声にそっくりでした子供たちは誰でもこの魚車を一目見ますとたまらないほど好きになってしまうのですそしてこの人に 本当の夢の国へ連れていってもらおうとして、われがちにその馬車へ乗り込んでしまうのです。ああ、夢の国。その国こそ、地図の上ではおもちゃの国として子供たちの心をうっとりさせてしまう名前で知られている国なのです。実際、馬車の中はもう八つから十二ぐらいまでの子供たちでいっぱいでした。 みんなはぎゅうぎゅうに重なり合って乗っていました。気持ちは悪いし身動き一つできません。それにほとんど息をすることもできないのです。それでも誰一人、ああ苦しいなんていうものもありませんし、文句を言うものもありません。あと2、3時間もすれば本のない、学校のない、 先生のいない国につけることがわかっているのです。ですからみんなはそれを楽しみに喜んで諦めているのでした。それで窮屈だとかくたびれたとかお腹が減ったとか喉が渇いたとか眠たいとかいうようなことを感じるものは一人もなかったのです。馬車が止まると一緒にと男は刀身の方を振り向き 自分がいい人だと思わせようとして、しきりにいろんな顔つきや身振りをしてみせながらニコニコして言いました。いいよ。かわいい。坊っちゃん、あなたもあの幸せな国へ行きたいんですか？もちろん行きたいよ。だがねえ。坊ちゃんいいですかい？い馬車にはもう席がないんですよ。 ご覧のとおり満員、ま、でしてねえ。しかたがない。中に席がないとなりゃ馬車のかじ棒にでも腰掛けるよ。と刀身が答えました。こういうが早いかひょいっとひとと,とびしてかじ棒にまたがりました。それからそっちの坊ちゃん。と子男はいかにも愛想よく。 ピノッキオの方に振り向いて言いました。あなたはどうするんです？一緒に行きますか？それとも残るんですか？僕は残ります。僕はうちに帰りたいんです。そしていい子がみんなやるようによく勉強して学校でいい成績をもらいたいんです」とピノッキオは答えました。そいつは結構。 ピノッキー僕の言うことを聞けよ。僕たちと一緒に行って愉快に暮らそうぜ。とその時当身が言い出しました。嫌だ、嫌だ、嫌だ。僕たちと一緒に行って愉快に暮らそうぜ。と馬車の中から4人ばかりの声がしました。僕たちと一緒に行って、 愉快に暮らそうぜと今度は馬車の中から100人もの子どもたちが一斉に叫びました「もし僕が君たちと一緒に行ったら優しい千女さまはんておっしゃるだろう?と」とピノッキオはこの時にはもう心がぐらついてきてこう言いました。 そんなくさくさしたことにあたまをつかうなよ。なにしろぼくたちはあさからばんまでさわぎまわっていられるくにへいくんだぜ。まそんなことでもかんがえてろよ。ピノッキオはなんにもこたえません。そのかわりほっとためいきをひとつつきました。それからもうひとつつきました。そうして、 さらにもうひとつ,つきました。それからとうとうこう言いました「少し席を開けてよ僕も行くからさ」「席はみんないっぱいですよ」とこと男が答えました「しかし私があなたを大変歓迎している気持ちの表れとしてこのぎょしゃ台の席をあなたにお譲りしてもいいですよ」 でも、あなたは私なら歩いて行きますよ。行けない行けない。そんなことは本当に行けない。それよか、僕がこの転ばの中のどれかのお尻に乗っかることにするよ。と、ピノッキオが叫びました。本当にピノッキオはすぐさま先頭の右側にいる転ばに近づいて、それに乗ろうとしました。 ところがその途端にこの獣は後ろを振り返りざま、いきなりピノッキオの胃袋をぐいっと押したからたまりません。ピノッキオは仰向けざまにひっくり返ってしまいました。これを見ていた子供たちは腹を抱えて遠慮もなくゲラゲラと笑い転げました。まあ皆さん、そのありさまを想像してみてください。ところが、 こう男だけは笑いませんでした。こう男は可愛くてならないといった様子で、その手に負えない転ばに近づいていきました。そして転ばに接吻してやるようなふりをしながら、いきなり右の耳を半分噛み切ってしまいました。一方ピノッキオはカンカンに怒って地べたから立ち上がり、今度はひとっ飛びで、 ものの見事にそのかわいそうな動物のお尻に飛び乗りました。ところがその飛び乗り方があんまり鮮やかだったものですから、子供たちは思わず笑うのをやめて、ピノキオ、万歳と叫びながら一斉に手をたたき始めました。しかもその拍手のものすごいことといったらいつ終わりそうにも見えませんでした。 ところがその時です。転ばは突然両方の後足をぐんと上げてお尻を振ったからたまりません。かわいそうに操り人形は道の真ん中の砂利の山に放り出されてしまいました。するとまたまたみんながどーっと笑いました。けれどもと男だけは笑うどころか このイライラしている転ばがとってもかわいくなって、それで、せっぷんを一つしてありながら、もう一方の耳も半分ほど噛み切ってしまいました。それから、操り人形に向かって言い,いました。さあ、お乗りなさい。もう怖がることはありませんよ。あの転ばは、ちょいとわがままだったんですよ。しかし、今私が、 二言ばかりあいつの耳に言い聞かせてやりましたからね。これでおとなしくなって、ものもわかるようになったと思いますよ。ピノッキオは転ばに乗りました。そこで馬車は動き出しました。ところが、転ばが駆け出して、馬車が大通りの小石の上を走っていきますと、気のせいか、どこからともなく、やっと、 と聞ききとれるくらいのひくいこえがきこえてくるのです。おばかさんきみはじぶんかってなことをしたかったね。でもいまにこうかいするよ。ピノッキオはびくびくしながらそれでもこのことばがいったいどこからきこえてくるのかしりたくなってあっちこっちをみまわしました。けれどもなんにもみえません。 ロバはかけ、馬車は走り、子どもたちは馬車の中で眠っています。等身とうしんと来たら、まるで山ネズミみたいないびきをかいています。こうとこだけは、魚車台の上に腰かけて、一人口の中でぼそぼそと歌っていました。夜ともなれば、誰でも眠る、眠らないのは、 このわしばかりそれから半キロメートルばかり進んだ時ピノッキオの耳にはまたまたあのかぼそい小さな声が聞こえてきました「覚えておけよおばかさん勉強をよして本や学校や先生にそっぽを向いて夢中になって遊びほうけるような子どもには」 とろくなこ僕は,はこの身に覚えがあるんだもの。だからこそ言ってるのさ。君だって今僕が泣いているようにいつかはきっと泣く日が来るよ。でもその時じゃどうにもなりゃしないんだ。低い声でささやくようにこういう言葉を聞いた時操り人形はびっくりして 転ばのお尻から飛び降りました。そして転ばの鼻先へ回って、鼻面をつかみました。とまあ、なんということでしょう。転ばがおいおい泣いているではありませんか。まるで本当の子供みたいに泣いているのです。それと知ったとき、操り人形はどんなに驚いたか知れません。ちょっと、 男さん一体全体何が起こったかわかるこの転ばが泣いているんだよ。とその時ピノッキオは馬車の主人に向かって叫びました。泣かしておきなさいよ。お婿さんにでもなりゃ笑いまさ。だけど話すことも教えてあるのいいえ。 犬芝居の一座に3年ばかりいたもんですからいつの間にか聞き覚えていくつか言葉をつぶやくことができるようになったんですよ。かわいそうにな。さあさあ転ばの鳴くのを見て時間を潰すのはよしましょう。もう一度お乗りなさい。出かけるとしましょうよ。夜は涼しいしそれに道は遠いんですからね。 こは言いました。ピノッキオはすぐに言われたとおりにしました馬車は再び走りだしましたこうして朝方夜の明けるころにみんなは無事におもちゃの国に着きましたこの国に似ている国なんて世界中どこにもありませんここに住んでいるものは全部子供なのです 一番の年上が十四で、一番年下がやっと八つというところです。通りという通りは、はしゃいだりドタバタやったりするものをとやら、わめき散らす叫び声でいっぱいでした。これでは頭が変になりそうです。どこにもかしこにも、いたずらっ子たちが群がっていました。おはじきをしている者、板の投げっこをして遊んでいる者、 ボール遊びをしているもの、自転車を走らせているもの、木馬に乗っているものなど様々です。めくら鬼をしているものもあれば、鬼ごっこをして遊んでいるものもあります。また、道化師の服を着て、燃える浅くずを食べている子供たちもいます。そうかと思うと、芝居の文句を大声にしゃべっているものもありますし、歌を歌っているものもあります。 その他、とんぼ返りを打ってるもの、逆立ちをして歩き回って遊んでいるもの、輪投げをしているものもあります。そしてまた、大将の制服を着て、木の葉のかぶとをかぶり、厚紙の兵士の一体を率いて歩いているものもあります。ギャーギャー笑っているもの、叫んでいるもの、呼び立てているもの、手を叩いているもの、口笛を吹いているもの、 卵を産んだ時の面取りの鳴き声のまねをしているものいやもう大変な騒ぎで気違い騒ぎバカ騒ぎといったほどの騒ぎでしたですからつんぼにならないようにするためには耳に綿でも詰めていなければなりませんどの広場にもお芝居のテント小屋ができていてそこには朝から晩まで 子供たちがわんさと詰めかけていました。それから家々の壁を見ますと、これはまた大変で、お餅万歳、おもちゃの書き違いだとか、学校はごめんだ、学校の書き違いとか、さ数う,うせろ、算数の書き違いとか、その他にも、 これと同じような、まことにもって立派な文句が、木炭で書きつけられていました。ピノッキオも刀身も、その他子男と一緒に旅をしてきた子供たちは、みんなこの町に一歩足を踏み入れるが早いか、たちまちこの大混雑の渦巻きの中に飛び込んでいきました。そして、説明するまでもないと思いますが、 二三分とは経たないうちにみんなと仲良しになってしまったのです。この子供たちよりも幸福なものがどこかにいるでしょうか。これ以上に満足し喜んでいるものがどこかにいるでしょうか。こうしてみんながそれからもずっと遊び続け、いろんなことをして楽しんでいるうちに、時間が、日が、週が、 いまのように早く過ぎ去っていきました「ああなんてすばらしい生活なんだろう」とピノッキオはどこかで刀身に出会うようなことがありますとそのたびにこう言うのでした「それ見ろよぼくの言ったとおりだろう」と刀身はくり返して言いました「それなのに君は来たがらなかったんだぜ」 第一考えてみろよ。君ったら、千女様のうちに帰って、勉強なんかのために時間をつぶそうってつもりだったんだからな。今、君がこうやって、本だの学校だのに悩まされないでいられるのは、僕のおかげなんだぜ。僕が忠告したり、進めてやったりしたからなのさ。そうだろこんなにまで一生懸命してやるのは、 本当だだだけぜ。よ、刀身。今僕が本当に幸せな子どもでいられるのは、みんな君のおかげだ。それをだぜ。先生と来たら、君のことをなんて言ったと思う年がら年中僕に向かって、あのいたずら小僧の刀身とつきあってはいけない。あれは悪い友達で。 今にお前をそそのかして悪いことに引っ張り込むだろうよって言ったんだからな。へなチョコ先生め。と相手は頭をふって答えました。先生が僕をうるさがって僕のことを悪く言っては喜んでいたくらいちゃんと知ってる。だけど僕は気持ちが大きいから先生を許してあるのさ。偉いぞ。 ピノッキオは友達を優しく抱きしめて、目と目の間に接吻を一つしながら言いました。そうしているうちに、いつの間にかもう５ヶ月経ちました。その間中、本も学校もまるっきり見たこともなく、朝から晩までただ遊び続けるという、まことにもって楽しい生活が続きました。 ところがある朝ピノッキオがめをさましてみますとみんなのよくいうようにくちもきけないほどびっくりしてしまいましたおかげでピノッキオはすっかりゆううつになりましたピノッキオにはロバのみみがはえてきます そしてピノッキオは本物の転ばとなり、やがていな泣き始めます。どうしてまたそんなにびっくりしたのでしょうかそれはですね、かわいい読者の皆さん、今お話ししてあげますよ。なぜびっくりしたかと申しますと、実はこうなんです。ピノッキオは目を覚ましますと、 もちろん頭を描きました。そして描いているうちに分かったのです。何が分かったのか。さあ、ちょっと当ててみてください。なにしろ自分の耳が両方とも五十センチ以上も伸びているのが分かったんですからね。これでは驚くのも当たり前です。皆さんもご存知のように、あやつり人形は生まれたときから 耳はごく小さかったのですそれこそ人の目では見えないくらいに小さかったのです。それだけに自分の耳が夜のうちにぐんぐん伸びて沼地のシュロの2枚の葉みたいになってしまったと分かった時の操り人形の様子がどんなだったかまあ想像しても見てください。ピノッキオは自分の姿がどんなかと思って すぐ鏡を探しに行きました。けれども鏡が見つからないものですから洗面器に水をいっぱい入れてそれに姿を映してみました。とまあどうでしょうそこには見たくもないようなものが写っているではありませんかつまり自分の顔に立派なロバの耳がちゃんと二つお飾りみたいにくっついているのです。 あわれなピノッキオがどんなに悲しんで恥ずかしがりそしてやけくそになったかはどうぞひとつみなさんのほうでお考えになってみてくださいピノッキオは泣いたりわめいたり壁に頭をぶつけたりしはじめましたけれどもピノッキオがやけくそになればなるほど耳はぐんぐん伸びて大きくなり先のほうには 毛も生えてきました。その甲高い叫び声があんまり想像しいものですから、この家の上の階に住んでいたきれいなモルモットがピノッキオの部屋に入ってきました。モルモットは操り人形がこんな風に大騒ぎをしているのを見ますと、真面目な顔をして尋ねました。どうなさったんですの、同居のお方 病気なんだよ。モルモットさんひどい病気なんだよ。それも心配で。たまらない。病気にかかっているんだよ。君は脈が測れる。ええ、少しはね。じゃあ、もしかして僕に熱があるか見てくれない。モルモットは右の前足を上げてピノッキオの脈を測りました。それからため息をついて言いました。 「あなたお気の毒ですけど悪いことをお知らせしなくっちゃなりません。どんなとっても悪い熱ですよ。でも何の熱だろう?」「ろば熱ですよ。そんな熱は知らないな」と操り人形は言いましたがそのくせ本当はよく知りぬいていたのでした。 それではあたしが説明してあげましょう」とモルモットが付け加えました。いいですかあなたはあと2、3時間もするともう操り人形でも子供でもなくなってしまうんですよ。じゃあ何になるの ?2、3時間もすればあなたは本当の転ばになってしまうんですよ。ほら。 あの馬車を引いたりそれからキャベツやサラダにする野菜を市場に運んでいくロバにねああ弱ったな弱ったなとピノッキオはわめきながら両手で自分の両方の耳をつかむとまるで人の耳みたいにきちがいのようになってそれを引っ張ったりちぎり取ろうとしました。ねえあなた。 モルモットはピノッキオを慰めるように言いました。何をなさろうって言うんですのもう運命で仕方がありませんわ。だって知恵の規則の本にもちゃんと書いてあるじゃありませんか。本や学校や先生が嫌いで、年がら年中おもちゃだの遊びだので暇つぶしをしているような子どもは。 みんないつかは小さなロバになってしまうって。だけど本当に本当にそうなのと操り人形はすすり泣きながら尋ねました。本当にそうなのよ。だからいくら泣いてももう無駄よ。最初に気がつかなくっちゃいけなかったんですわ。だけど僕が悪いんじゃないの。 本当なんんなだよ、モルモットさん悪いのはねみんな刀身のやつなのさその刀身っていったい誰なの僕の学校の友達だよ僕はうちに帰りたかったんだよ言いつけを守りたかったんだよ僕は今までどおりうんと勉強していい成績をもらいたかったんだよそれなのに刀身のやつったら なんだって勉強みたいなうるさいものをやりたいんだ。なんだって学校へなんか行きたいんだ。それよか、僕と一緒におもちゃの国へ来いよ。そこでは勉強なんかしなくったっていいんだぜ。朝から晩まで遊んでるんだから、いつも愉快にしていられるんだぜって言うんだもの。どうしてそんなでたらめな友達の忠告なんかをお聞きになったの そんな悪い仲間のどうしてってどうしてってモルモットさん僕はもののわからない心なしの操り人形なんだものああせめて僕が心のかけらでも持っていたらあの優しい千女様のところを飛び出してきたりはしなかったろうになあの聖女様は 僕をお母さんのようにかわいがってずいぶんいろいろと面倒を見てくださったんだのになそれに今ごろはもう操り人形ではなくってそこらにいるようないい子どもになっているはずだったのになよし今度刀身に会ったらただでは置かないぞうんと文句を言ってやるこう言って ピノッキオは出て行こうとしました。けれども、戸口まで行ったとき、ふとロバの耳が生えていることを思い出しました。このままでは人に見られたら恥ずかしくってやりきれません。さて、それではピノッキオはどんなことを考え出したでしょうか。ピノッキオは大きな綿の帽子を取って頭にかぶり、それを鼻の先までぐっと と深く引き下げましたそれからピノッキオは出て行ってそこらじゅう刀身を探し回りました道も広場も小さな芝居小屋もどこもかしこも探してみましたけれども刀身の姿はどこにも見えません道で会う人ごとに刀身のことを聞いてみましたが誰一人刀身に会ったものはないのです そこで今度は、闘神の家まで探しに行きました。戸口について、戸をトントンと叩きました。どなたですかと、闘神が中から尋ねました。僕だよと、操り人形が答えました。ちょっと待ってくれ。今、開けるから。三十分ばかりして、戸が開きました。 ピノッキオは部屋の中に入っていきました。ところがどうでしょう。友達の頭身は大きな綿の帽子を深々かかとかぶって鼻の下まで隠しているではありませんか。それを見たときピノッキオがどんな顔をしたか。まあ皆さん想像してみてください。その帽子を見た途端ピノッキオは なんだかほっとしたような気持ちになってすぐに心の中で考えましたこいつも僕と同じ病気にかかったのかなひょっとしたらロバ熱ででもあるのかなでもピノッキオは何にも気がつかないようなふりをしてニコニコしながら聞いてみましたどうだいとうしんくんものすごくいいよちょうど チーズの山に入ったネズミみたいな具合さ。本気でそういうのかいどうして嘘を言う必要があるんだごめんごめん。でもそれじゃどうして耳まで隠れるようなそんな綿帽子をかぶってるんだい医者にかぶってろって言われたんだよ。膝っこぞうけがしちゃったもんだから。ところで操り人形くん。 君はなんだってまた、そんな綿帽子を鼻の下まで深くかぶってるんだい。医者にかぶってろって言われたんだよ。足をすりむいたもんだからね。ああ、気の毒なピノッキオくん。ああ、気の毒な刀身くん。こういった後で、二人はしばらく黙りこくっていました。もっともその間中、 二人の友達は互いに馬鹿にしたようにじろじろ相手の顔を見つめ合っていました。とうとう操り人形が甘ったるい馬鹿に穏やかな声で友達に言いました。ちょっと聞きたいんだけどね、とうしんくん。君は耳の病気にかかったことがあるないよ、君は。 ないだけどけさからかたっぽうのみみがいたくっていたくってたまらないんだぼくもいたいんだきみもかいできみはどっちのみみがいたいのりょうほうなんだきみはりょうほうだよおんなじびょうきかなそうらしいぜ。 僕の頼みを聞いてくれない当くん。いいとも、喜んで。君の耳を見せてよ。見せたっていいよ。だけど、ピノキオ君、その前に、僕は君の耳を見たいな。嫌だよ。君が先でなくっちゃ。ダメだよ、君。君が先で、それから僕さ。 うん、そうだ。と、その時、あやつり人形が言いました。仲良しとして、ひとつ約束しよう。どんな約束さ二人とも、一緒に帽子を脱ぐのさ。いいかいそれで。いいよ。じゃあ、用意。そこでピノッキオは、大きな声で数え始めました。 「1>, 1、2、3」「3」という声と一緒に2人の子どもは帽子を脱いで高く放り上げましたするともしこれが本当にあったことでなければ到底信じられないような場面が持ち上がりましたつまりですねピノッキオと刀身はとてつもなく伸びてしまったお互いの耳を つくづく眺めていましたが、そのうちにバカバカしいことをいろいろと言い合い、そうしてとうとうしまいには腹を抱えてわっはっはっと笑い転げてしまったのです。本当なら二人とも同じ不幸な目にあったとわかったのですから、悔しがって悲しむはずなんですがね。それからも二人は笑って笑って、 もう立っていることもできないくらい笑い続けました。ところが、その大笑いの真っ最中に、急に刀身が黙り込んで、よろよろとよろめいたかと思うと、顔色を変えて友達に言いました。助けてくれ、助けてくれ、ピノッキオ。どうしたんだいああ、僕。 もうまっすぐ立っていられないんだ。ぼくも立っていられないや。とピノッキオは泣きだしよろよろしながら叫びました。そう言っているうちにも二人はうつ伏せになって床にかがみこんでしまいました。そして四つんばいになって部屋じゅうを歩き回ったり走ったりし始めました。 そうしているうちに、二人の両腕は前足に変わり、顔は細長く伸びて、うまずらになってしまいました。おまけに背中は黒いまだらのある明るい灰色の毛並みで覆われてしまったのです。けれども、この不幸な二人の子供たちにとって、一番辛い時はいつだったでしょう。一番辛い。 一番惨めな瞬間は、お尻に尻尾が生えてくるのが分かったときです。そのときには、恥ずかしいのと悲しいのとでもうどうしようもなくなって、さすがの二人も自分たちの不運を泣き悲しみました。けれども、そんなことをしなければよかったのです。なぜって、二人の喉からは、 うめいたり泣いたりする声は出てこないで、その代わりに、ロバとおんなじいななく声が出てきてしまったのです。二人は大声にいななきながら、声をそろえて、<noise> ヒーンヒーンヒーン,ヒーンと言いました。そうしているうちに、とをトントンと叩く音がして、外から声がしました。 開けておくれ。私はこう男だよ。ほれお前たちをこの国へ連れてきてやった馬車の魚者だよ。すぐ開けておくれ。開けないととんでもないことになるよ。